モコアシ職人号です。ですね、ちょっと駐車場移動しちゃったんですけど、長沼のヴィーナスの湯の帰り動画ですね。衛星を受信しました。ここですね、あのウィルコムの八本槍アンテナの目の前にあるんですよね。まあ、このツルみたいな感じで巻きついちゃってるんですけど、まあ、非常に電波が良かったですね。ですね、2時間で400円ということで非常に、値段も安く、まあ、楽しんでこれましたので、お湯の質はですね、若干緑色っぽい感じがしましたね。それでまあ結構、塩分が豊富に含まれてるのか結構しょっぱい感じがしました。それでうち湯がですね、まあぬるい方と、結構厚めの感じのお湯があったんですけども、ぬるい方はですね、35度から6度くらいの、まあ、非常にこう入りやすいお湯で、あとはですね、もう一個の方は、まあ、結構厚めではあるんですけど、41度か2度くらいの、お湯でしたね。で、こちらサウナも、まあ、結構温度は低めではあるんですけども、湿度が高いのか、まあ、5分くらい入ってますと結構汗が吹き出てくるような感じで、まあ、なかなか良かったですね。まあ、2時間くらい休み、まあ、ぬるい方入ったり熱い方入ったり、サウナは2回ほど入ったんですけどね。まあ、お湯の質がですね、ちょっと初めて来た方はびっくりするような感じの、なんかあの緑濃いっていうか結構笹のような色がしますので、ちょっと慣れない人はちょっと違和感があるかもしれないですね。まあ、自分的には結構いい感じではあったんですけども、まあ一応評価的には20まででもいいような気もしますけどもね。あの山奥なんですけども、意外とあの携帯電話の入りは良かったんですよね。ちょっとくらい意外でしたけども。で、まあ、結構いい温泉っていうのは、まあ、自分の感覚なんですけども、あの背中にですね、ちょっと苦しいような違和感が出るんですけど、これが結構いい温泉っていうことなんですけども、ここはまあ今そういう状態なので、まあ、肩の方結構苦しい状態なので、まあ、ここは結構いいお湯じゃないかなとは思いますね。まあ、結構辛口な評価をしている方もいるんですが、自分的には初めて来ましたけども、なかなか良い感じでしたね。ただなんかこう設備の方が古びてるっていうか、こう廃れてきてるような感じも受けられましたね。まあ、大きな段差もなかったんで、まあ、自分的にも良かったですね。ただあの床がちょっと滑りやすいのがちょっと怖かったので、まあそこだけですかね、あのマイナス評価っていうのは。あとは結構いい感じではありましたけどね。まあ、ということで、長沼、旧波佐間町なんですかね、にあります、まあ、ヴィーナスの湯っていうところの、まあ、評価ですね。私的には結構好きな温泉の部類には入りますね。まあ、今度はですね、まあ、休みためにいろいろ行ってますので、まあ、また違うエリアでちょっと探そうかと思ってるんですけどもね。
は自宅からですと大体50分くらいの、地域なので、まあ、ちょっと気合い入れないとなかなか来れないところではありますけどもね。でここがまあ県道1号線、まあ、今がですね、あの佐沼方面に向かっているところで、佐沼イオンでちょっと休憩取りたいなと思ってたんで、まあ食事休憩とかですね、まあ、ここもウィークのアンテナがありますね。ここもちょっとで着くとは思うんですけどね。帰ろうかと思ってるんですけどね、まあ、牛丼もすき家と吉野家派ってあると思うんですけど、自分はなんとなくこうすき家系なんですよね。吉野家も好きではあるんですけども、広いんですよね。じゃあレストラン街なのでこの辺で止めますかね。なんか晴れてるんですけどね、なんか雨が。のパッカーちょっと苦手なんですよね。ちょっと休憩してから帰ろうかと思います。あ、それではお疲れ様でした。失礼します。